社長お疲れ様です。はい。これ今日これ GTR。 あれこの間これはこの間の紹介した GTR ですよね。うん、うん、これもしかしてこれから走行する動画を撮ろうかと思って撮っちゃう感じですか。撮っちゃうかな。行きましょう。ちょっとプラスさ、エンジンかけますか。かけてみる。はい、 GTR ってここにあるの。まあ、かっこいいっすね。しかもこれ、これね、赤いっすね。ここね、やってみる。はい、お願いします。ブレーク踏んで。おお。あれだね。パンプ待ってね、これ。エアサスのね。なるほどですね。思ったよりも広いっすね。広いよね。なんか、いや、なんか、シートもあるしさ。そうですよね。4人乗れるんすか。じゃあちょっと、うん、まずは、うん、ドライブというか。ちょっと行ってみましょうかね。はい、じゃあ早速。はい、ちょっと。よろしくお願いします。緊張しましょう。はい。静かだね、今。足も硬くないよ、全然。うん、なんかちょっと車庫調ってこうゴツゴツ感みたいなの出るじゃないですか。そういうのも全然ないし。これアラボスだもんね、これね。はい、そうですよね。うん、いいよね。いいですね。うん、快適。快適そうですね。で、すごい極端に車高が低いわけでもなかったんで、そんなに気にして。そう。る感じでも、うん、ワイドボディだからさ、ちょっと大きくて乗りづらいかなと思ったけど、あ、別にそんなことはない。そんな気にならない。ミラー見えるしさ。ああ、なんかワイドボディだとミラー見えなくなるパターンよくありますよね。普通に見えるよ。全然見えます。あ、本当ですね。見えますね。3号 GTR ってさ、シフトショックないよね。ちなみに後ろの視界もなんかね、いいですね。そんな悪くないよね。そんなに悪くない。なんかすごく社長ゆったり運転してる感覚です。段差超えても大丈夫。段差全然、さっき段差ありましたよね。全然大丈夫。全然なんかそのゴツンというか、そういう底付き感もないし、ね、なんかハンドルを切った感じもなんかすごく滑らかにボディ動いてる感じです、うん、なんか普通乗れるね。普通に乗れそうですね。これメーターこれ何かと思ったら、ね、これ色々変わんねこれ。あ、本当ですね。これ純正ですか。純正。いいね、これね。あ、すごいですね。これ全然車外のメーターなんて組まなくてもこのまんまで全然快適に乗れますよね。いらないじゃん、車外メーター。あ、すごいですね。メーター一体。メーターね。あ、メーターの位置関係これで変わらないことだ。そうか、すごいですね。お、すげえ。メーターの方のすごいですね。なんか、へー、チルトの幅とかが広いと確かにハンドルの位置って調整できますけど、メーターの位置が気になった時ありますもんね。カブル図があるよね、なんかね。あ、そうなんです、そうなんですよ。ちょっと運転、そうなんかカブルみたいなあれ。それがちょっと気になる。これすごいね、知らなかったこれ。これはすごいですね。さあ、じゃあ日本の誇るスーパーカー、コストパフォーマンス最高なのがやっぱ GTR でしょ。そうですね。なんかこの GTR はエンジン V6 ですか。V6 ですね。V6 ツイッターをやる。V6 ツイッターをですね。V6 と VR38 ですね。なんか V 型特有のあの音もまたいいですよね。で、これはやっぱマフラーが変わってるからやっぱ余計にちょっといい音というか。いいね。でも6速だよこれで。今60キロ出てないのに6速。6速だって。すごいね。なんか燃費もそんなに悪くないんじゃないですかね、うん、すごい極端に例えば、うん、マッスルな燃費じゃないんじゃないですか、ね、ないと思うよこれ。メーター見やすいですか。メーター見やすい。結構なんかメーターも見やすそう。見やすい。メーターも見やすそう。見やすい。ああ、いいですね。うん、あ、4速です。今4速ですよ。これほんと一瞬でさギア上がってくるの。6。本当普通にノーマルモードです。これいいね。いいですか。なんかさ、まあ変な話だけどさ、お金にこう困らなかったらこれ普通に通勤できるよね。うん、なんかそのまあよくあるのがそのドレスアップとかカスタムカーのデメリットとして、一番はやっぱ
っぱ普段乗りの乗り心地ですよね、うん、これさ通勤できるぜこれ普通に。これ燃料廃翼ですもんね。廃翼、廃翼、まあでも廃翼のレギュラーもあんまり値段変わんないですけど、いや分かんないもんね。もういいよ。なんかこれ大人のこれパドル効くでしょ。効くやっぱり。もう、これ外装バッチリじゃないですか。バッチリ。こうすれ違う車とかなんかちょっと目線が熱いよね。熱いっすよね。ちょっと目立っちゃうの嬉しいっすね。ちゃうよね、いろんな人が見ますから、わあの車何みたいな。やっぱさ GTR さノーマルも運べるさ、このリバティオークやばいよね。このデザイン好き。やっぱり、ね、あの唯一無二な感じがいいですよ ね、 ね、どこにもないような。いいねこれ。なんかもう社長超ゆったり運転してますもんね。ゆったり乗れ る、 乗れるスーパーカーな感じですよね、うん。気使わなくていいよ別に本当に。あ、なるほどなるほど。気使わなくていい、うん、確かにそうですよね。なんか、まあ、社長はもう普段からもういろんなの乗ってますからあれですけど、俺急にランボとかフェラーリとか乗れって言われたらちょっと手汗かきますもん。これなら乗れんじゃないの。これなら、まあ、乗り台ですね。乗れると思う。乗れますね。マジック、マジック、マジック、今、マジック右にずらすんですね。まあ、これオートマーマニュアルで起こす。なるほどなるほど。だから位置は変わらないですね。そう、もうちょっと、じゃあちょっと加速してみよう。はい。いや、ちょっと待って。マジで無理。これめちゃくちゃ速いっすね。めちゃくちゃ速いよ、これ。まあ今全然法定速度内ですけど、回転数が上がりすぎて。置いてかれるようですね。今ちょっと、カメラ持ってるの厳しかったです。怖いねこれ。ほら。これすげえっすね。これやばいね。GTR ってその、まあこれ年式2008年ですけど、うん、2008年感はまずないですね。ないね。もうボディ状態も、あとは室内のシートだったり、ね、まあ GTR 特有のこのダッシュボードがすごいベタつくっていうのがあるんですよね。古いから。それ全然ないし。ないね。ここの革も全然やられてないし。で、乗っててきしみ音というか、はい、派手な使い方すると GTR ってなんかきしむとかって前聞いたことある、それもないし、はいね、で値段も下がってない。あ、下がんないよね。それプラスこれさリバティ組んでるからさ、だからトータルでだって改造費500近くかかってるんですもんね。だからホイールの値段も正式に出てないですけど、やっぱ計算するとやっぱ500近くかかってるんで、でそれにまあ車両本体価格と、まあコーティング等々、込み込み等々やったら900万だよ。1000万超えちゃいますもんね。売り900万です。売り900万、安いと思うんだけど。安いっすね、うん、いいね、このパドルシフト。パドルシフトがいいです ね、 ね、レーシーですよね。なんか今時の車の感じがして。これさ踏んだらやばいよね。これサーキットでバッチリ走ったら気持ちいいっすよね、うん、エアサスじゃないからさこの車さ。あ、そこ、ね、やっぱそこ聞き、まあ自分も思いました。やっぱそのエアサスってこうふわふわ感というか、まあ、エアサスもさ俺もドリフトさエアサス使ってるから、ね、360フェラーリやってますもんね。そう、LX も使えるけど、その細かいセッティングをしだすとタイムを追求するとやっぱり車高上もいいからね。あ、そうですよね。早いよね。いや早い早いっす。俺さ、実はさ、昔、去年、今年かな、アウトバーン行ったんだよ。うん、ドイツの。はい。だそこ無制限じゃん、速度。まあそうですね、いくらでも出せるというか。3号を借りて乗ったわけ。あ、現地で3号借りたんですか。借りた。友達にね。やっぱりね、普通に200キロも走れるもんね。でも全然不安ないっすか。うん、すごい。聞いたらすげえなと思って。馬力ってどんぐらい出てんすか、純正で。これ何馬力あんだっけ、480だっけ、500近くあった気がしますけど、ね、やっぱシフトノブのこの部分赤かったり、あとはこのインナードアハンドルの部分ですね、ブラックエディションだからでね、こう綺麗ですね。やっぱこういうとこって握るんでやられてる感あるんですけど、全然やられてない。綺麗、本当に内装綺麗ですね。綺麗だね。ここは天張りも特段、サングラスも OK。 あ、サングラス、サングラスって言ったら社長、
やっぱりうちで取り扱ってるケスラーでしょ。やっぱケスラーサングラス今日持ってなかったね。なあ、もう今日持ってくればよかったっすね、はい、じゃあ次から持ってきましょう。晴れてる日夜でも見やすいケスラーサングラス。いやいや、今日 GTR のレビューなんでケスラーじゃなかった、はい、今回の一番の売りっていうのがそのリバティのコンプリートキットを組んでるっていうところですからね。純正でももともとかっこいいんですけど、なんかちょっと違う迫力があるんですよね。そうですね、迫力がやっぱもともと幅広いし、ね、幅広い上にもっと幅広くしちゃうし、いいねこれ。あとまあ個人的な意見ですけど、 GTR って純正でもブレーキとか超でっかいじゃないですか。でっかい、ブレーポーの。でっかい。でブレーキって例えばですけど、こうスポークが細めのこうホイール履いて、ホイールの中見えます、うん、純正のキャリパーがちっちゃい車って寂しいじゃないですか。じゃあブレンボのキットじゃあ組もうとか、まあ、もしくはリバティのフルキット組もうってなって言ったら、やっぱちょっとお値段が、まあまあ、それなりというか性能はとんでもなくいいじゃないですか。でも組むってなったらやっぱり費用がね、一旦ちょっとおーってなりますけど、でも GTR って純正で超でっかいブレーキついてるからね、もうそのまんまホイール変えても中見えても全然見せられるという。恥ずかしくないもんね。恥ずかしくないです。やっぱそういうところトータルで考えると、やっぱコスパ最高で、コスパ最高ですよね。でそれが今回900万円ですからね。 GTR ってそのなんて言うんでしょう、まあスーパーカーの、まあ、ランボルギーニ、フェラーリ、あとはまあポルシェだったりとか、まあ、マクラーレンとか、そういうあたりと比べるとやっぱ外装ってこうすごい、ね、負けちゃうんだよね。そうなんです。だけさ、まあ、他の車って特にフェラーリなんてすごくこう車高低くてこうシュッとしてる感、それに比べてずるいじゃん。だってもうベース薄いしさ、ワイドボディだしさ。で GTR って確かにこうおてっというかドカッというかこうゴリッという感じですけど、それに GTR はでもさ、ツーリングカーだから基本的に言ったら。そうなんですよね、元々のスタートが。そうだから4人乗れるっていうコンセプトが抜いたら崩してないんだよね。そのちゃんと、まあ、ただ乗るだけではなくて、ランドツアーラーだから。ああやっぱりかっこいいですね。ユーティリティもちゃんと確保してて、で普段使いもできて、でじゃあちょっと遊び行こうか、乗ろうか、ドライブしようか、サーキット行こうかっていうのも対応できると。でもこの外装もう GTR として完璧に出来上がってる。やっぱテールランプ 4灯とかで、やっぱ速い、とんでもなく速い。まあスーパーカーツーリングとか行くじゃない。はい、例えばフェラーリ乗ったりし行くとさ、 GTR ってすごいいい車なんだけど、正直ノーマルで行くとちょっと負けた気がするっていうかさ。なんか全然その負けてない、内容負けてないんだけど、そのパッと見た瞬間のその雰囲気が、ランボフェラーリ、でもリバティ組むと全然負けないよね。そうですよね。だってまずうわってなります。うわってなるのがリバティウォークは、それがいいんだよ。やっぱワークススタイルだよね。いやかっこいいですよね。ワークススタイルっていうのが一番かっこいいです。かっこいい、めちゃくちゃかっこいいよこれ。上り坂なんだけど全然苦じゃない。あ、本当ですか、うん、全然登れちゃう、うん、確かに今登りですもんね。途半してますからね。楽だよね、力ある車って。やっぱ V 型ってトルクありますよね。そうでトルクあるし、あとはなんだ、排気量も高いし。そういいね。いや本当に室内気にならないですね。本当ね、全然気になんない。おートンネルっていいっすね。トンネルいいっすね。響きますからね。オートマとか CVT とかとはちょっと違うんですよね、 GTR のミッション。全然もう不安がない。
ですか。今日ちょっとあの、まあ、晴れてるし車止めて外装見てみますか。ちょっとうわーかっこいいな。これこうこれちょっと車今日少ない、まあ、平日だから少ないですけど、これ車いっぱいいたらもう超目立ちますよ、ね、あれ何見てる。はい、はい、リバティーウォークの外装を組んでるのにやりすぎた感ないっすよね。結構気になんなかったね。いやそう、なんか俺もちょっと不安だったんですけど、特になんかさするって感じなかったよね。でなんかその底付きもなかったし、足いいね、足いいっすね。音もさ、うるさくないしさ、音もそんなに、なんか室内がやっぱりこもんなくて、だからそれっていうことはやっぱり内装とか、あとは遮音性もしっかりしてるんですよ。高級スーパーカーの位置付けになったってことですよね。いいっすね。おすすめです。おすすめですね。じゃあちょっとこの後あの俺外から撮るんでバーンと行ってもらいましょうか。はい、あの危なくない範囲で、危なくない範囲で、あんまりスピード出しちゃダメですよじゃあよろしくお願いします。どうですか？いい感じ。サビで行こうぜ。あ、行きたくなっちゃいました。レーサー魂。はい、なるほど。もっと踏みたいですよね。なんか走ってる感じ見てても、こうピタッとこう決まってる感があっていいですね。車高もいい感じかもしれない。車高このぐらいが調子いいかもしれない。ストレスなく乗れるし。で、やっぱ音も、マフラーの音もいいですね。いい音してます。じゃあちょっと、まあ、もっと楽しみたいところではあると思うんですけど、縁も竹田でございますが、まあ、待ちながらの待ちながら、はい、じゃあ会社に戻りますか。はい、はい、じゃあお疲れ様でした。社長、はい、気づけばご飯も食べちゃいましたね。ちょっとね、ちょっと食べちゃいましたね。お腹いっぱいです。お昼時に撮影開始と思ったからちょっと食べちゃった。だから何、ご飯も食べに行ける車 GTR、 全然さっき駐車場入れましたよね。入れた。全然なんかちょっと全然心配もなく、うん、全然大丈夫。大丈夫。ちょっと俺のお腹もワイドボディになってる大丈夫かな。あ、大丈夫です。あの俺のお腹もワイドボディですから。いや、この辺りは勝てねえなワイドっぷりには。ワイドっぷり、俺はちょっとまだちょっとワイドならない。ちょっとお腹はちょっとナローカを進めて、ナローカ進めて、はい、車はワイドがかっこいいですから、まあ、でも人間はナローの方がかっこいいです。これもう、うん、ギャグっすよ。ギャグっすよ。ワイドかっこいいじゃん。でもね、人間ちょっとナローにしてから。人間はナローで、ワイドな車からナローなスマートな男性が降りるという。かっこいいね。頑張ります。いや、若干最近とかワイドボディなので。いやでもいいですね、この車ね。なんか快適だよね。快適。マジ普通に乗れるな、これ。普通に乗れますよね。普通にさ、お昼ご飯もさ、まあ、気にしないで食べれる。気にしないで普通に入れたし、普通に入れたし、駐車場、まあ、全然気になんない。やっぱり音があれですね、室内に入ってこないっていうのが。そうだよね。ストレスがない。全然ストレスない。もちろんタイヤも太いからロードノイズはあるけどね。いやでもそれはだってね、ロードノイズがないとスポーツカーじゃないですから。そうですよね。タイヤがやっぱりそれなりにハイグリップがいないから、うん、傷なわけないもんね。
そういうぐらいのタイヤがないと、うん、この GTR のパワーもやっぱりきっちりというか、あんなに速いんだよ。だってちょっと一瞬空転するかしないかぐらいのトルク入りましたよね。4駆だからさ、あ、そっか、4駆だこれ。走るけどさ、これリアクトだったら多分もう走んないっすよ。キルルルルルルつって、うん、いや、いいなぁ。もうなんてったって今日晴れてますから。ドライブ日和っすね。ドライブ晴れてる時にドライブ行かない、ね、さ、まあ世の中話題はさ、はい、もちろんコロナウイルスじゃないですか。そうですね、新型の肺炎ですね。でさ、自粛しろって言うけどさ、テントさ、はい、これ車で出んのはさ、別にさ個人の空間じゃないもん、まあ、この俺たち2人が感染しなければさ。そうだって別に車は数名しか乗れないですから、ね、電車とかバスみたいに不特定多数の人と会うわけでもないし、やっぱり今公共の機関を使うの怖いから、まあ、今こそやっぱり車でしょう。そうですよね。でどうせ乗るなら、いや、かっこよくて、まあ、目立って乗ってて楽しい車、そう、うん、まあ、そういう意味で言うと、なんか公共機関を使う時はなんか移動ってさ、まあ、便利なのはいいけどさ、まあこうなるとさ、やっぱ移動は楽しまなきゃね。そうですよね。だって時間をただ潰すんだったら楽しいことした方がいいですから。そうそうそう、だからね、私もちろんコロナの騒ぎもありますけど、そう、まあ、車でその経済効果はダウンする可能性が高いけど、みんなで車を買って盛り上げよう。まあでも車買ったら経済回りますから、ね、で日本は車大国だもん。車大国です。世界に誇る日本ですから。やっぱりちょっとみんなさ、車を買いましょう。車を、まあどこで買うかと言ったら、うん、郡山のアリオスというかっこいい車を売ってるお店があるのできっちり宣伝しましょうね。ちょっとそちらに来ていただければ。はい、じゃあ無事会社に着きました。じゃあ最後にちょっといただきますか。はいはい、ということで社長、はい、無事会社に着きました。はい、はい、じゃあトータルでどうでした。トータルでこのルックスだからさ、なんか乗りづらいとかさ、うん、なんか雰囲気あんじゃん、見た目、うん、でも普通のね、通勤できるってさ、ご飯食べたでしょ、一緒に。普通に炭酸気にしないで帰りますもんね。炭酸あるけどさ、もちろんリフティングついてますから、うんうん、そう上がるけど、今日乗ってるさ、吸ってないよね、一回も、ね、一回も吸ってないですよね。だって食堂も全然上げてないもんね。ワインディング走っても全然平気でしたよね。ってことは、どこにでも行けちゃうと。行ける。だってさ、トランクルーム広いじゃん、うん、だって知ってる？ GTR ってゴルフバッグ入るって。あ、ゴルフバッグ入るってことは相当なサイズいけますもんね。ゴルフ行けるじゃん。で、4人乗れるでしょ。まあまあ、家族4人でドライブ行けるし、だって快適でしょ。もちろん速いし。で、乗ってて楽しいし。楽しいし。あと、めっちゃ目立つ。目立つ。目立つね。まあ、目立ちたがり屋な。そう。たまたまブーンって言ったらさ、うちのあのお客様が手振ったからね。手振ってます。やっぱ一発で分かるんですよ。分かっちゃうね。分かっちゃう。まあね、マジいいと思う。これいいですね。もう一回、あの値段いくらでしたっけ？これね、900万。900万。車両本体900万。車両本体900万。売上もうちょっとかかるけど、お買い得ですよ。900万で買えるし、GTR。普通買えないですか？この仕様で。普通買えないです。多分ね、仕様の説明は、あの、前回の紹介動画で、ね、っちりやらってもらってもらって。ぜひ。まあね、本当に今でしょ、買うなら。買うなら今です。はい、じゃあ、まあちょっと、まあこの YouTube の動画をぜひ見ていただいて、まあ気になる方はお問い合わせ等々、まあもしくは、まあ車乗りたいんであれば、ちょっと、どちら？お問い合わせはアリオスの、どちらお問い合わせはアリオスの、だいたいそこら辺で、だいたいそこら辺でお願いします。アリオスまでお電話です。はい、あの、担当スタッフの私、カメラマンの橋本がご対応させていただきますので、はい、はい、そこですね。もう一回、はい、もう一回。ここね。はい、そこですね。はい、じゃあだいたいその辺に入れます。はい、はい、じゃあ以上で、あの、はい、まあ、GTR の、まあ、乗ってみた紹介ということで。次回何やる？次回はですね、どれやる？ちょっとこっからチラッと見えるかな。ちょっと遠いんですけど、あれも、あれやる？あれも、ちょっとリバティ、リバティ攻めしますか。あれもリバティですからね。はい、じゃあちょっと今回リバティ特集で。
次もリバティであれですね。あれですね。あれにご期待してください。あのご期待。あ、またそこにそういうこと。次回の動画がこちら。次回の。チャンネル登録はこちら。チャンネル登録、あ、上ですね。はい、了解です。はい、やってみます。はい。じゃあ、お疲れ様でした。ありがとうございました。